こんにちは。今回は東京都世田谷区の成り立ち、その歴史を紐解いていきたいと思います。世田谷という地域に抱いているイメージは、その人が歩んできた人生によって異なるのではないでしょうか。著名人が暮らす閑静な高級住宅地、ボロ市のにぎわい、招き猫で有名な豪徳寺、そして特撮ヒーローのロケ地、下北沢のライブハウスに青春を捧げた方も多いでしょう。世田谷区の人口は約94万人。東京都区部でも最大の規模を誇り、秋田県から鳥取県までの全国下位10県の人口を超えています。面積においても大田区に次いで特別区で2位、あらゆる面において大きな存在感を有する地域といえます。そんな世田谷区の成り立ちを知るために、まずは中世まで遡ってみましょう。世田谷という地名の由来には、浅瀬の開拓を意味する瀬田開、あるいは台地の間の狭い小谷の意味をする瀬戸谷といった説があるそうです。室町時代にあたる1376年の鶴岡八幡宮文書には世田谷という文字が現れており、遅くともその頃には世田谷という地域が存在していたことになります。世田谷に居館を構えていたのは足利氏の士族、吉良氏です。南北朝時代の1345年、初代奥州管領として名を馳せた吉良定家は、関東に領地を得ます。館が置かれたのは交通の要衝であった世田谷。その後、居館の規模は徐々に広がり、世田谷城へと発展していきます。時代が戦国時代に移ると、北条氏が関東に進出。吉良氏は婚姻関係によってその勢力下に入ります。しかし、戦乱の世は城社必衰。8代200年以上にわたって吉良氏の居城だった世田谷城も、北条氏が豊臣秀吉に滅ぼされたことによって廃城となります。世田谷の吉良氏は、江戸時代になると幕府の儀式典礼などを司る職、高家となり、舞田氏を名乗ります。しかし、同じく高家となった三河の吉良氏が、江戸時代中期の赤穂事件で、吉良上野介義久が撃たれ、断絶となると、舞田氏は再び吉良氏を名乗るようになりました。世田谷城跡は昭和15年世田谷城址公園として生まれ変わって、現在でも区民憩いの場となっています。土塁や空堀など武士の世の残滓を目にすることも可能です。なお、今日でも開かれているボロ市は戦国時代にあたる1578年、北条氏が吉良氏の城下町世田谷宿に開いた楽市に端を発しています。毎月6回、1と6のつく日に開かれる6歳市では、市場税が免除され、商人が自由に交易できる場として整備されていました。江戸時代になると、世田谷城の廃城や、東海道や甲州街道の整備もあって、世田谷宿は勢いを失っていきます。しかし、市の伝統は途絶えませんでした。近郷の農民のために農工具、古着、正月用品などが取引される場として、年末に1回、市は開き続けることになります。明治以降も年末年始の年2回開催に形を変えながら、市は開催され続けます。日清戦争以降は、着物やわらじの補修に使うボロが盛んに売買されるようになったことから、ボロ市の愛称が定着するようになりました。最盛期の昭和初期には、出店数はなんと2000店にも達していました。見せ物小屋や芝居小屋も開かれる娯楽の場だったそうです。毎年12月、1月の15、16日に開かれている現在でも、4日間でおよそ70万から80万人もの人々が訪れる大きなイベントです。世田谷を代表する年末年始の風物詩となっています。続いて、豪徳寺に移りましょう。1480年、世田谷城主、吉良正忠は、叔母の菩提のため、高徳院を建立します。江戸時代に入り、世田谷が彦根藩世田谷領となると、藩主井伊直孝の訪豪から名称が豪徳寺と改められ、今度は井伊家の菩提寺となりました。こちらは昭和9年に寄進された豪徳寺の石門です。荘厳な雰囲気の中にも洗練を感じさせる美しい佇まいが印象的です。入り口の小道の様子です。ベンチが置かれ、くつろぎの場として愛されているのがわかります。こちらは現在の石門です。昭和初期と変わらない落ち着いた空気が漂っています。写真は石門と同じ年に境内に作られた豪徳小公園です。中央の池は宝珠池と名付けられていました。現在は公園も池もなくなり、跡地は駐車場となっています。なお、豪徳寺は台東区浅草の今戸神社、新宿区の慈照院と並び、招き猫発祥の地とも言われています。境内の一角にある奉納所には大量の招き猫が奉納されており、猫好きの人気スポットとしても有名です。滋賀県彦根市にある彦根城のイメージキャラクター、ひこにゃんの可愛らしい姿は、豪徳寺の招き猫をモチーフとしています。彦根藩つながりということのようです。なお、幕末に日米修好通商条約に調印し、日本の開国・近代化に貢献した井伊直弼は、近江彦根藩の第15代藩主です。皆さんご存知の通り、桜田門外の変で、尊王攘夷派の浪人らに暗殺されました。井伊直弼の墓所は、井伊家の菩提寺である豪徳寺にあります。また、幕末のリーダー的思想家であり、井伊直弼らが主導した安政の大獄で、30歳で処刑された吉田松陰を祀った松陰神社も、世田谷区若林にあります。境内には吉田松陰の墓所もあります。日本の未来のために死力を尽くしながらも相入れなかった両人の墓所が同じ世田谷区の、それも目と鼻の先で相対しているというのは、なんとも皮肉な感じがします。江戸時代までは農業地域だった世田谷の姿が大きく変わったのは明治以降、鉄道の登場に端を発しています。1907年、明治40年、東急の前身会社の一つである玉川電気鉄道が、現在の東急田園都市線とほぼ同じルートに東急多摩川線を開通。1913年、大正2年には現在の京王線となる京王電気軌道が笹塚・調布間に開業しています。長らく世田谷村の代官、名主を務めた大場家の大場信次も大きな貢献をしています。多摩川電気鉄道との交渉や鉄道敷地への資材無償提供といった彼の尽力によって、大正14年に東急多摩川線の支線、下高井戸線、現在の東急世田谷線が開業しました。1927年、昭和2年に現在の小田急小田原線となる小田原急行鉄道も開通。関東大震災後には土地区画整理も進み、沿線は住宅地としても発展を遂げ、私たちがよく知る世田谷の姿へと近づいていきます。写真は昭和36年の多摩田山下駅、現在の山下駅付近の様子。下が下高井戸線車両で、上が小田急小田原線の線路です。ちなみに、大場信次は2022年の大河ドラマ鎌倉殿の13人で、国村淳が演じた大場景親の末裔と言われています。小栗旬演じる主人公、北条義時や大泉洋演じる源頼朝に立ちふさがった序盤の強敵として際立った存在感を放っていました。なお、信次の父、大場信親も世田谷村において現在の村長にあたる区長を務め、後に世田谷区立桜小学校となる桜学校を創立するなど、世田谷の発展に大きな貢献をした人物です。こちらは昭和51年当時の世田谷区立桜小学校です。この小学校の創立には大河ドラマに登場する人物の末裔が関わっているなんて、なんだか不思議ですね。歴史と私たちの生活のつながりは至るところに存在します。大場家の存在もその一例と言えるでしょう。1932年、昭和7年、東京市の拡大に合わせて、荏原郡の世田谷村を中心に4つの村が合併し、世田谷区が誕生します。その4年後に、北多摩郡から絹田村と千歳村が編入となり、現在の区域がほぼ形成。戦後には人口も急増していき、昭和20年には30万人に満たなかった人口は、1960年、昭和35年にはおよそ65万人にまで膨れ上がっています。鉄道の開通と宅地化は商業の発展を加速させました。こちらは昭和25年の小田急小田原線豪徳寺駅前の様子です。正面に見えるのは小田急小田原線。現在ほど整然としているわけではありませんが、道路の両側には商店が立ち並んでいるのがわかります。こちらは現在の様子です。平成16年に完成した小田急小田原線の複々線化もあり、雰囲気は大きく様変わりしましたが、その賑わいは今も変わりません。大正時代の東急多摩川線二子玉川園駅です。昭和2年の延伸に合わせ、新しい駅が開設されたため、こちらの写真の駅は駅前ターミナルへと姿を変えています。1981年、昭和56年の二子玉川園駅です。この頃になると世田谷らしい上質な賑わいが感じられます。こちらは世田駅近くですれ違う東急玉川線です。多摩電が街を行き交う姿を懐かしく思う方も多いのではないでしょうか。多摩川には今も筏道という道の名前が残っています。かつて奥多摩で伐採された木材は、筏師たちが操る筏によって多摩川で運ばれ、東京湾に近い6号羽田のあたりで、深川、木場の材木商人らに引き渡されていました。彼らが徒歩で山奥へ帰る際に使っていた道が、いつしか筏道と呼ばれるようになったそうです。写真は筏師たちが泊まっていた宿屋です。下北沢駅前も見ていきましょう。坂口安吾の風と光と二十歳の私とによれば、竹やぶだらけで原始林が広がっていた下北沢周辺も、昭和2年の小田原急行鉄道下北沢駅の開業、昭和8年の帝都電鉄開通によって人口が急増しました。帝都電鉄は現在の京王井の頭線にあたります。駅周辺は商業地として発展します。なお、こちらは昭和期の帝都電鉄の下北沢駅です。こちらは小田急の下北沢駅です。昭和初期には萩原朔太郎、宇野千代、中村汀女など有名な文人も居を構えていました。1950年、昭和25年の下北沢南口商店街の様子です。空襲被害が少なかった下北沢は戦後、さらに賑わいを増していきます。左側に見える栄屋用品店は有名ブランドのファッションなどを扱う栄屋東京ラボとして今も続きます。こちらは現在の様子。こうして見ると昭和25年の面影が少しだけ残っているような気がします。1972年、昭和47年の下北沢南口商店街です。ちんどん屋が道端に見えるのが時代を感じます。こちらは昭和50年代の下北沢です。うまいコーヒーが150円で飲めた時代でした。マクドナルドが見えます。マクドナルドは1971年、昭和46年に銀座三越に1号店を開店しました。下北沢といえば鈴なり横丁を思い出す方も多いのではないでしょうか。1階が飲み屋街、2階がアパート、さらに劇場が作り込まれるという、なんとも下北沢感が溢れるスポットであり、現在でも昭和のランドマークとして親しまれています。なお、70年代以降の下北沢は、音楽などのサブカルチャーを担う街としても発展。金子マリやカルメン・マキに始まり、バンプ・オブ・チキン、スピッツ、騎士団をはじめ、数えきれないミュージシャンを輩出している J ロックの聖地です。また、吉本ばななのもしもし下北沢、藤谷治の下北沢など小説の舞台にもなっています。共同のすずらん通りは戦後に急速な発展を見せた商業地域です。写真は昭和36年頃のものです。右側に見える泉屋米国店は1933年、昭和8年創業。現在でもこの地で営業されています。中央に見えるオート三輪は形状からマツダの T シリーズのように見えます。活気が感じられる一枚ですね。こちらは現在の様子です。スズランをあしらったアーチは、現在はスズラン型の街路灯となっています。平成19年に始まった共同駅周辺地区再開発の成果として、平成23年には新しい商業施設、共同コルティがオープンしています。1960年、昭和35年にオープンした共同ストアです。不二家や喫茶カウンターなどはもちろん、小田急沿線にはなかった有名店も出店していたとのこと。周辺の家族にとっては憩いの場だったのでしょう。垂れ幕にはサウナとあります。日本にサウナが広まったのは昭和39年、東京オリンピックでフィンランドの選手が持ち込んできたのがきっかけと言われています。1985年、昭和60年頃の共同駅前の様子です。まだ高架化されていません。若い方には馴染みのない共同駅前の姿かもしれませんね。こちらは1970年、昭和45年の共同駅北口です。左側にあるのは昭和39年から昭和46年まで、駅北口で営業していた OX ストアです。小田急沿線にあった OX ストアはその後、小田急 OX となって、今でも各地で営業しています。祖師ヶ谷商店街も見ていきましょう。こちらは1961年、昭和36年の景色を切り取った一枚です。当時は大型の路線バスも行き交う幹線道路でした。なお、左上に看板が書かれた福の湯は、温泉やプールもある祖師ヶ谷温泉21として、現在も営業しています。祖師ヶ谷商店街は現在でも賑わいを感じられる商店街です。2005年、平成17年からはウルトラマン商店街の一員となり、さらなる活気づくりを目指して様々な取り組みを行っています。こちらは昭和30年代の三軒茶屋交差点です。電線が張り巡らされ建物が並んでいます。街が発展しつつあることがよくわかる一枚です。三軒茶屋は5軒の映画館が立ち並ぶ娯楽にあふれた街でもありました。奥にあるのは世田谷中央劇場です。左の三軒茶屋東映は三軒茶屋シネマに名を変えた後、平成26年に閉館しています。こちらは現在の様子です。すっかり様変わりしてしまい、三軒茶屋シネマの看板だけが当時の面影を伝えています。1978年、昭和53年の三軒茶屋です。中央左側のデパート、緑屋百貨店に楽しい思い出をお持ちの方も多いのではないでしょうか。続いて1980年、昭和55年の三軒茶屋駅前です。こじんまりとした駅の雰囲気に昭和の匂いを感じます。家々の様子も見ていきましょう。こちらは祖師ヶ谷団地です。昭和30年から31年に、現在の JKK 東京都住宅供給公社にあたる東京都住宅協会が建設した賃貸住宅であり、その規模は37棟1020戸。世田谷区内初の鉄筋コンクリート造りの大規模団地として、昭和32年から入居が始まりました。こちらも同じ頃の写真です。昭和の温かい雰囲気が漂う世田谷の庶民的な一面を感じさせる風景ですね。こちらはブログ、地方私鉄1960年代の改装様からの写真です。昭和30年代の鶴巻3丁目バス停です。桜新町から鶴巻営業所へ向かうボンネットバスが見えます。道路はまだ未舗装であり、住宅もまだまばらです。左に見えるマナカパンは、洋画に大きなパン工場を建てましたが、現在は残っていません。物干し竿にはためく洗濯物、その先に広がる畑、時代を感じる美しい風景です。こちらは屋根が広がる風景、遠くには駒沢給水塔が見えます。もともとは豊玉郡渋谷町の町営水道施設として、1924年、大正13年に完成した駒沢給水塔。その大正ロマンを感じさせる外観は、今でも町のシンボルとして地域住民に親しまれており、平成14年、世田谷区の第1回地域風景資産に選定されています。駒沢オリンピック公園はその名の通り、かつてここには東京オリンピックの会場があったことを示します。ただし、その歴史には戦争が暗い影を落としています。13万坪の広大な敷地には、現在の東急である目黒蒲田電鉄が運営する駒沢ゴルフ場がありました。この駒沢ゴルフ場こそ、1940年、昭和15年に予定されていた東京オリンピックのメイン会場となる予定だったのです。しかし、高まる戦争の暗雲に、オリンピックは幻と終わり、メイン会場は着工にも至りませんでした。しばらくゴルフ場として存続しましたが、戦時中の1943年、昭和18年に東京都が防空緑地として買収します。そして、1964年、昭和39年に東京オリンピックの第2会場となりました。東洋の魔女と呼ばれたバレーボールの女子日本代表チームが金メダルを獲得した舞台となり、他にレスリング、サッカー、ホッケーの会場となります。オリンピック終了後の昭和39年12月、駒沢オリンピック公園として開園。その後、野球場、陸上競技場などが新設されました。続いて、高級住宅地の代名詞ともいえる成城について見ていきましょう。成城学園の始まりは、現在の成城中学校高等学校にあたる成城中学校の校長、沢柳正太郎が1917年、大正6年に現在の新宿区にあたる東京市牛込区に新設した成城小学校です。沢柳たちは新しい教育の場として成城小学校などの校外移転を計画。そして当時建設中だった小田原電鉄の駅を招致して宅地開発を行い、その利益で学校を建設する方法で成城学園を拡大していきます。大正14年、学校の移転や新規開設が始まります。交渉の末、駅設置場所、駅名などが決まり、昭和2年の小田原急行鉄道開通と同時に、成城学園前駅が開業しました。翌年には、現在の成城石井にあたる石井食料品店がオープンするなど、駅前には商店も並ぶようになります。ところが、その目の前に開業したのが小田急 OX でした。この一見まるで勝ち目のない戦いを突破するために、当時の社長石井義明が大切にしたのは、競合するより共存するという発想。小田急 OX に売っていないものを成城石井で置くという考え方です。そこで生まれたのが、普通の商品を捨て高級だが品質の良いものだけを扱うという今の成城石井のスタイルです。このスタイルは一般的なお金持ち以外にも、黒澤明や市川崑など文化人も多く住んでいた成城という土地で熱烈に迎え入れられました。子供が成城学園に通っていた作家加藤武夫、民俗学者柳田国男、思想家平塚らいてうといった文化人も成城に移り住んでいます。彼らの存在はもちろん、後に建設される東宝撮影所の存在も相まって、成城は文化的な人々が集う街としてのイメージをまとうようになります。こちらの写真は、成城学園の正門を奥に写した一枚です。通り沿いには成城学園が成城に移転してきた当初の学生、生徒らによって植えられたイチョウ並木が並んでいます。成城は、学園が街づくりを主体的に行った珍しい地域です。子供が通う学校の教育理念実現を支えた保護者たちが初期の住民であったことは、町の発展に大きな影響を与えていると言えるでしょう。また、世田谷に位置する主要な教育機関として、東京農業大学も挙げられます。榎本武明が創立した徳川育英会育英校農業化を前身とする東京農業大学は、1916年、大正5年、現在の世田谷区上用賀4丁目に実習農場である用賀農場を開きます。東京農業大学は渋谷区にありましたが、太平洋戦争の空襲で被災。戦後に用賀農場近くの陸軍施設の跡地へ移転しました。現在でも世田谷にキャンパスを置いており、毎年秋に行われる学園祭、収穫祭は若々しい賑わいで地域住民を楽しませているイベントです。赤坂区青山南町5丁目に開院した青山農病院は、火災による焼失をきっかけに大正15年に世田谷へ移転してきます。昭和2年の4月には、歌人としても有名な医師、斎藤茂吉が院長に就任。5月には、彼の次男として小説家、エッセイストの北森夫が誕生。7月には、斎藤茂吉の患者であった芥川龍之介が、自ら命を絶つなど、文学界と縁のある病院です。青山農病院は、昭和20年に東京都へ譲渡され、東京都立松沢病院梅ヶ丘分院となった後、昭和27年に、東京都立梅ヶ丘病院になりました。世田谷は映画とも関係の深い地域でもあります。1931年、昭和6年、現在の世田谷区砧に発生映画トーキーの技術開発を目的として写真科学研究所、略称 PCL が設置。後にソニーを創業する伊深勝は昭和8年、写真科学研究所に入社。世田谷の地で偉大なキャリアの第一歩を踏み出しています。PCL 映画製作所には昭和10年に成瀬幹夫、翌年に黒澤明が入社するなど、その後の日本の映画界を担う人物を多数輩出しています。また、昭和9年には戦前に人気を博した江ノ県映画の第一作、江ノ県の青春水湖伝が制作されています。こちらの写真は昭和初期の PCL 映画製作所です。その後も、東宝映画東京撮影所、東宝東京撮影所東宝スタジオとして75年以上にわたりスタジオとして活躍してきましたが、2010年、平成22年に解体されました。1961年、昭和36年当時の東宝東京撮影所本館の外観です。中央奥、建物前の看板には、同年公開のモスラという文字が描かれています。跡地は2011年、平成23年にスーパーマーケット、電気店などが入る商業施設となっています。この建物の北側に位置する東宝スタジオは、現在でも日本を代表する撮影スタジオであり、多くの作品がこの場所で生み出されています。また、特撮の神様とも呼ばれる円谷英二は、東宝映画に入社した昭和12年以降、祖師ヶ谷に居を構えていました。昭和23年、自宅敷地内で円谷特殊技術研究所を立ち上げ、その後に円谷プロダクションを設立。ウルトラマンをはじめ、数多くの特撮作品を世に送り出しています。なお、円谷プロダクションは、平成17年に世田谷区八幡山へ移転した後、2011年に渋谷区へ再度移転。跡地は現在マンションとなっています。黒澤明監督、成瀬幹雄監督などの作品のロケ地としても多く登場していることも、世田谷の特筆すべき点でしょう。例えば、黒澤明監督の7人の侍では、世田谷区大倉が山村の一部として、青い山脈では絹田小学校が、成瀬幹雄監督周雨では梅ヶ丘駅などが登場します。2005年、平成17年には祖師ヶ谷大倉駅を中心とする祖師ヶ谷通り沿いの3つの商店街がタッグを組み、円谷プロダクションの協力の下でウルトラマン商店街を設立。円谷プロダクションが移転した後も、ウルトラマンは引き続き祖師ヶ谷の街づくりにおいて大きな役割を担っています。それぞれの商店街で異なるウルトラヒーローをモチーフにした街路灯が設置されています。写真は、祖師ヶ谷商店街のウルトラマン太郎をモチーフとした街路灯です。昭和26年、東京世田谷区に出現した移動式映画館。トタンと板で囲まれたリアカーの上に 1.5 メートル ×1.8 メートルのスペースを設け、外側に設置した手回しの映写機から扉内側に貼られたスクリーン代わりの白い布に映画を映すというもの。かかった映画はクラマテングやミッキーマウスなどだったそうです。創造性に富んだ人が集まってくる世田谷という街のそんな一面を垣間見ることができます。というわけで、今回は世田谷の歴史を振り返りました。成城に代表される閑静な住宅地を要し、高級、セレブといったイメージが強い世田谷。人口、世帯数ともに23区中ナンバー1です。区の一般会計も23区内1位であり、およそ3300億円。世田谷区は本チャンネルで三軒茶屋と二子玉川をピックアップして取り上げたことがありますが、また引き続き、成城学園前、千歳烏山、経堂といった個別のエリアについても、それぞれピックアップして取り上げていきたいと思います。こうして振り返ると、世田谷は住む人々が努力して作り上げた街なのだと感じました。人が地域を作り、地域もまた人を大事にする。その相互作用が暮らしやすく、多様性に富んだ世田谷という街の根底にあるように思います。この動画がいいなと思われたら高評価、チャンネル登録をお願いします。Twitter では更新情報、制作裏話をつぶやいておりますので、フォローをお願いします。概要欄にリンクを貼っておきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。